市内の名所旧跡などを紹介するコーナー、歴史散歩。今回はごんぼ祭りをお送りします。ごんぼ祭り。 JR 名松線伊勢竹原駅から雲津川支流の波照間川沿いに進むと、君ヶ野ダムの上流に位置する下野川集落に中山神社があります。ここで毎年2月11日に子孫繁栄と五穀豊穣を祈る祭礼として行われるのがごんぼ祭りです。中山神社は三杉町田下に本拠を置いた北畠氏の祈願所で、その頃の祭りがごんぼ祭りの原点と言われています。祭りが現在の形になった時期は明らかではありませんが、当地に保存されている慶長10年の東野帳から長い歴史を持つ祭礼行事であることが知られています。ごんぼ祭りの名称は、下野川地区で集められたごぼうを山椒味噌や唐辛子味噌で和え、朴葉に包んで供えたことに由来します。またこの行事には男女のシンボルをかたどった木と藁の神輿が繰り出すことから、辺野古祭りとも呼ばれています。1月下旬には行事の練習が本格化し、神社に備えるごぼうの材料集めが始まります。かつては地元の各組ごとに作られていた味噌ごぼうも、現在は神社近くのごんぼ会館でアク抜きから蒸しまでの作業を共同で行い、独自の味噌ごぼうに仕上げられます。祭り当日は地区の安全と五穀豊穣を祈って、4本の矢を放つお弓神事や、神前に備えられたボラを古式の作法で調理するまな板行事が行われます。神事の後には備えられた味噌ごぼうやボラは参拝者にも振る舞われ、境内には大勢の人々が訪れ、熱気があふれる一日となります。